スモールさんインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオです。スモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、ゼミ松坂 DJ ブライド居酒屋トーク。はい、ということでですね、今日はですね、松坂市役所、私すいません、申し遅れました、 DJ 村井の、市長訪問ということで、今日はですね松坂市役所のこれは応接室に来ております、ということで、元ゼミメンバーであります、竹上市長に、今日はインタビューをさせていただきたいと思います。じゃあ竹上市長こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず市長、自己紹介などから始めていただいてよろしいでしょうか。はい、53歳 B 型乙女座の竹上です。仕事は松坂市長をやってます。昨年の10月の5日に就任しまして、はい、今日がもう8月にの後半でございますので、はい、約ですね10ヶ月半ぐらいっていうふうなところでございます。そうですね、もうすぐ1年かなと、はい、そんな今状態でございましてですね、で、どういう仕事をやってるかというと、はい、今はですねちょうど来年の予算に向けて、言いますかね、実施計画っていうのがありまして、はい、まあ、簡単に言いますとね、主要事業みたいな、新規事業とか主要事業みたいなのをこう、まあ、手上げ方式で各部が出してくると、はい、でそれを取り入れたり蹴ったりとか、まあ、そういうのをいろいろこう、議論をしている真っ最中、今こんな、ところでございます。はい、ということで大変お忙しい中ですね、今日はゼミラジオのために、インタビューを受けていただいてますが、そうですね、今のお話にもありましたが、ちょうど10ヶ月半ぐらい前にですね、当時ゼミ松坂のメンバーであった、竹上市長ですけれども、がゼミ途中で、選挙に出られるということで、まあ、ゼミメンバーも全員で応援したわけなんですけれども、はい、それから、10ヶ月、今のお仕事はそういうことなんですが、やはりどうですかこの10ヶ月振り返っていただいて、はい、ですね、まず第一が休みがない、はい、これはですねもう、就任以来ほぼ休みなくっていうところなんですけれども、まあ、それはそれで望んでやってることなんで、非常にありがたい、いろんなところからお声がかかったりとかですね、まあ、ついこの間も私は北海道行ってきましてね、あ、はい、まあ、何をしに行ったかと言いますと、我々の郷土の偉人っていう松浦武四郎さんという方がお見えになりまして、はい、でこの方はですねとんでもない男でして、北海道へ、6回単身3回幕府の役人として3回で、その後明治政府の役人としても雇われていってると、はい、まあ、そういう人物で、今度が、来年再来年が北海道150周年、はい、北海道の名付け親なんでございます。あ、はい、そうですか、はい、そういう、まあ人が、見えて、この竹四郎さんをですねなんとかドラマ化をしていきたいと、プラス各々の北海道の、市や町村とですね連携事業をやろうといろんなことをね考えています。例えば、ふるさと納税ってありますよね、はい、それの竹四郎さんセットみたいな作りませんかとか。あ、なるほど、北海道と松坂市のコラボということですね。はい、はい、まあ、いろんなこうことをやりながらですね、まあ、いろんなところへ、まあ、行かせていただいたりとかしております。で、市の、まあ、市長になって、少し思いますのはね、やっぱりその市役所と民間と、随分やっぱり違うなと、私も経営者やってましたので、はい、経営者の場合は明日これやるぞというとみんなもじゃそれやろうと、はい、役所はですね明日やろうと言いますと実現するのが1年後ですよね。
今から予算を来年度の投資予算に入れて、それで4月になって予算がついて、でいろいろ段取りしてたら1年かかりますよね。なるほど。下手をしますと1年半ぐらいかかる、はい、事業をね、はい、もう年度末ぐらいからの段取りだと再来年の事業になっちゃうと。でそこのこうスピードの違いっていうのはね、まあ、すごく感じますね。これを何とかしたいなと、まあ、そんなことを感じている今日この頃でございます。なるほど。ということは結構苦労されて、この10ヶ月、精力的に活動されているということですが、はい、はい、そもそもですね、はい、この実はゼミ松坂を、立ち上げのルーツは実はこの竹上市長にあるということで、そのあたりもちょっとお聞きできればと思います。お願いします。はい、当時ですね、私忘れもしない2007年7月7日なんです。2007年7月7日、はい、777、はい、並んだ日にですね、山口先生に松坂に来ていただいて、そして、当時村井さんもそうでしたね、はい、若い経営者の皆さんに集まってもらって、当時ね、私一生懸命人集めしましてね、180人ぐらい集めたんですよ。そうもうしかも町の中小企業の経営者ばっかり、もう若手のそういう人間ばっかりですね、180人集めました。それで、山口先生の話をみんなに聞かせたいと。というのはその、確か前の年なんです。前の年の、秋にですね、はい、私は偶然、違うところで山口先生の講演を聞きましてね、はい、でこの講演を聞いてね、この話を松坂の中小企業の若いやつらに聞かせたいと、これをこの話を聞いてみんなが元気になろうということで、立教大学へお邪魔しまして、はい、で、山口先生なんとか来てほしいというふうなことで来ていただきまして、それで、その7月7日に聞いた皆さん方がこれがまたインスパイアされて、はい、で、山口先生のところへみんながもう一回行っていただきましたね、はい、でぜひともスモールサンゼミを松坂でやろうというふうになったのが今のスモールさんの松坂でございましてですね、はい、もう未だにみんなが主力メンバーで残っていただいてますので非常にありがたいことです。はい、そうですね、当時は竹上市長は県議会、三重県の県議会議員の時代でした、はい、そうですね、はいはい、ちょうど県会議員やってました、はい、ということで、やっぱり地域が元気にならないとということをゼミ始められた時から市長おっしゃってましたけれども、はい、今度はですねそのあたりのお話も少しというか、はい、お伺いしていきたいなというふうに思いますが、はい、そもそもですねやっぱり、はい、地域元気になるためにはやっぱり中小企業が元気を出さないといけないというようなことがあるかと思うんですが、そのあたりについてこれから松坂市のことについても含めてどのようにお考えでしょうか。はい、ありがとうございます。先ほど村井さん言われたようにですね、中小企業が元気になって初めて町は元気になると、はい、結局ですね、大企業に働いてる地方に住んでる人間で大企業に働いてる人っていうのは本当の一握りで、ほとんどの方はですね地域の中小企業に働いてるっていうのはこれは現実なんです、はい、っていうことは地域の中小企業が元気になって初めてですね皆さんの生活も良くなって、そして皆さんも元気になると、これが地方の姿でございまして、はい、そういう意味からですね今やっぱり地方は、中小企業が元気になるようなそういう政策をやっていかなくちゃいかんというふうに私は思ってます。で来年度ですね、実は考えているのが、はい、産業支援センターっていうのを作ろうと、こんなふうに思ってます。松坂市に産業支援センターというものを作るということですね、はい、それはどのようなものなんでしょうか。ですね、大体ねどこの県にも産業支援センターってあるんですよ。 あるんですね、どこにもあるんです、はいはい、でところがですねほとんどの中小企業はこの産業支援センターは、利用していない、ほとんど付き合いがない、はい、大体もうね中小企業向けのねいわゆる融資であるとかいろんな制度であるとかもうありとあらゆる制度がね揃ってるんですよ、はい、
その行政がね用意するようなもの、でそれが要するに誰も知らないんです。あ、なるほど、はい、結局産業支援センターっていうのを作っていらっしゃいと言いますけども、うん、誰も言ってない、はい、でそこで現実にですね地域の中小企業に実はこんな制度ありますよと、でこれを使うとこういういいことがある、うん、でそしてですねその中で、これやっていきたいなと思うのはビジネスマッチングなんです、はい、皆さん方がねすごい技術を持ってます、はい、でそういう自分たちの技術を違うところでやっぱマッチングさせるっていうことをこれから本当に考えていきたいと、はい、で、まず手始めに今度8月の26日、はい、東京日本橋に三重テラスっていうのがありますので、はい、そこにですね松坂絡みで東京で、活躍をしている、まあ、松坂に進出をしていただいているような企業の経営者に来てもらいます、はい、例えば、中谷園とか大家さんとか、はい、あとこの三菱重工関係、まあ、いろんなこう、企業群がございます、はい、でそこへですねこちらからも行こうよと。あ、なるほど。で、はい、そういう経営者の皆さん方に私お願いに言ったんです、はい、でうちのね中小企業の若いやつらが、例えば、桃屋の社長と名刺交換するだけで嬉しいと、はいはい、でそこからね何かこう新しいマッチングが生まれるんで、ね、生まれるかな、はい、でいろんなまず人と触れ合う、はい、でいろんな交流をする、でそういうとこから始めないと、はい、僕はね進んでいかないと思います。ですから東京、それから、関西、大阪、はい、それから中京、名古屋、年に1回ですね必ず、この松坂に関連している、企業とですねこちらからも出向いていって、はい、いろんなこう交流をまずする場を、年に1回必ず設けると、こういう取り組みをやりたい、はい、でそれから、もう一つですね山口先生にこの前お会いした時に、はい、面白いことを教えてもらいましたね、はい、で大元君ねとこれからは、全部は無理だけども1社か2社か選んで、はい、そこを集中的に応援したらどうやと、うん、これはね先生それやりましょうよ、はいはい、というのが攻防をかけていく、はい、で、それで審査をいろんな公開審査を経てで今年はじゃあこの企業を応援しますというふうになったらですねまず必ずテレビに出す、はい、それからラジオに出す、そして、そこのマーケティングを市がやろうと、はいはい、でさらにですね商品を作ったらそれのいわゆるその今中小企業なんかこう商品作ってもね、はい、まあ、結構ダサいでしょこう説明、ね、でそれを美味しい東北みたいな、はい、いわゆるうちが工房をかけて、はい、デザインを募集して、はい、そのかっこいいデザインでもって商品もラッピングしちゃう。でもその一社、工房で選ばれた一社をですね、優先的に応援しようと、そういうふうな、まあ、取り組みをやるであるとかいろんなことを考えてますので、はい、来年に向けてですね結構お楽しみにしていただきたいと思います。なるほど。ということは、松坂市が、一社を全面的にバックアップして応援して売り出していくというふうな企画ですね。それから、先ほどの、まあ、日本橋の三重テラスをはじめとしたところに、はい、我々じゃあゼミメンバーの若手の、メンバーなんかも、はい、ぜひぜひ参加させていただいてもよろしいでしょうか、はいはい、どうぞ来てください。もう大歓迎でお待ちしておりますので、はい、ありがとうございます。松永君もぜひ、はい、ぜひよろしくお願いします、はいはい、きれい、気持ちいい、心地いい住まいから笑顔を作り出す宝工機は、そんな住まいづくりのお手伝いをしています。25年間積み上げた技術力とサービスでハウスクリーニング、定期清掃、植木のお手入れからリフォーム、水のトラブル、ゴミの撤去、蜂の巣駆除まで、お住まいのお悩みなら何でもご相談ください。高い品質、良いサービス、宝工機。八
明など知的創作活動の多くは実は中小企業によるものです。そんな中小企業の知的財産を企業と共に守りたい。日本経済の担い手、技術立国の立役者、ひたむきにメイドインジャパンを支える中小企業を私たちは心から応援します。パワーオブイマジネーション、法進国際特許事務所。ゼミ松坂、DJ ブライド、居酒屋トーク。でですね、非常になんかこう楽しみなことがたくさんあるのかなということですけれども、ただやっぱりどうですかね、そのあたりはあるんですが、はい、その今先ほども申す、おっしゃったようにですね、やっぱりなかなか市の行政さんってなかなかやっぱりちょっとスピード感がなかったりとかっていうところとかですね、はいはい、やっぱりそのあたりと、あともう一つはやっぱり、せっかくの取り組みがあまりみんなに知られていないというようなところ、はいはい、そのあたりをどういうふうにして、どんどんアピールしていくっていうのは秘策みたいなものはあるんでしょうか。そのためにですね、やっぱりスモールさんゼミですよね。なるほど。このね、30人の侍を使ってですね、はい、今市はこんなこと考えてるよと、こうやってもう皆さんの友人一緒の経営者仲間にですね広めていた。この今回やろうとしている企画っていうのは、はい、結局やる気のある人が来てくださいねという企画なんです、はい、公募で選ぶっていうのもですね、はい、うちの社 をやってくれと手を挙げていただくんですね、はい、それからこの産業支援センターのビジネスマッチングもうちのこの技術を何とかしてしたいという手を挙げている、はい、こちらから売り込みにやっぱり行く話じゃあまりない、はい、手挙げ方式でやっぱりやるっていう話になりますので、はい、私はねやっぱりこのスモールさんに入っているような本当にこうなんかおもろいことないかなと、はい、飢えてるような人たちがやっぱりこうターゲット で、はい、でそういう人たちにこう申し込んでいただいて、はい、でそれで、さらにもう一歩進もうとこういうことを考えてますんで、はい、ぜひともスモールさんの皆さん方よろしくお願いします。はい、ということで我々にもエールをいただいて、ぜひですね頑張って、手上げをしていって、はい、何か面白いことできないかということで、ゼミ松坂も息のいい若手がたくさんおりますので、はい、そのあたりまた帰りましたらですね、メンバーにも声掛けをしていきたいというふうに思いますが、はい、はい、ということなんですが、あとですねこちらからはですね、ぜひですね松坂市の職員さんなんかもですね、はい、今度ゼミの方に参加いただけたら、はい、ね、一緒に勉強して、はい、それこそ一緒に地域のために活動ができたらいいなと思うんですが、はい、そのあたりいかがでしょうか。一度ね今度、連れて行きます。あ、はい、はい、特に一度ね山口先生の話をうちの経済関係の職員も聞かしたいですよね。あ、はい、もうね本当に先生にお世話になってまして、はい、この前も私6月に、はい、先生のところお邪魔してきました、はい、それで、ちょっと無理をこの前、申し上げたんですが、実は今度ね、はい、シンガポール行くんです。はい、はい、この8月の終わりから9月の頭にかけて、はい、シンガポールへ、はい、何をしに行くかと言いますとね、はい、シンガポールに伊勢丹があります。はい、でその伊勢丹のフロア何フロア忘れました、何回か忘れましたけども、そこのワンフロアがですねジャパンフードコートっていうのが出来上がるんですよ。はい、でこれはクールジャパンの認定、第何号かで、うん、いわゆるその、中小企業の吉川さんっていう方がね、はい、日本のこう独特のね食材、例えばお好み焼きであるとか、はい、寿司であるとか、はい、こういろんなこう食材を16店舗、はい、さまざまなこう専門店を、ジャパンフードコートとして出したいと、はい、でその中の一つに松坂肉来てくれと、やっぱり世界の松坂肉、はい、そういうことになりまして、はい、じゃあ若田と、はい、じゃあ出そうということで、
行かさせていただくことにしました、はい、でそのついでといっちゃ何なんですけども、はい、松阪のスモールさんにも講演に来ていただきました上原さん、はい、で、上原さんに行ったらぜひ会いたいと、あ、はい、いうことをで山口先生を通じてお願いしたんです。あ、なるほど、はい、山口先生すまない悪いけども上原さんに、あ、まあ、もし行ったら会いたいと、はい、私から言ってもなかなか、アポも取れないんで先生ちょっとお願いできないということでお願いしまして、はい、で、9月1日の日にですね、はい、現地で上原さんにお会いしまして、はい、それで、シンガポールのいわゆるその和牛のレストランあたりの今どういうこう扱ってるのかとかあるとか、それから、市場ですね、はい、そういうこう市場の方へちょっと案内をいただいて、はい、実際にシンガポールのいわゆる食の流通っていうのはどういうふうになってるんだと、これキッコーマンのね、方と一緒に上原さんと一緒にまあご案内いただくっていうことになってまして、なるほど、いろんな意味でですね、お世話になってます。でもう一つが、この我々の中小の中で海外へやっぱりね進出を考えているところもいくつかやっぱあります、はい、でそういうところが実際にアジアへ行くときにやっぱり上原さんみたいなね、はい、ああいう方が必要なんですよ。JICA とかね、はい、ああいう、こう政府系だけではとてもじゃないけどもできないというところをやっぱりきちんとお手伝いいただくような方にあって、それで橋渡しをねぜひともするっていうふうなことをやっていきたいなというふうに思ってます、はい、まあ、いろいろこう可能性がありまして、はい、もう一つが松阪の牛なんです、はい、これは先ほど、世界のブランドって言っていただきましたけども、はい、この松阪の牛をね本当に世界ブランドに育てたいということで、私は今年の1月に香港へ、持っていきました、はい、でこれは一つねかなり反響ありました。あ、はい、はい、で今度、まあシンガポールということで今度はシンガポールの場合は今までみたいなイベントものじゃなくてメニューに載るようにしたいというようなことで、はい、まあ、そこのジャパンフードコートに、うん、すき焼きの店があって、はい、そこへ常に松阪の肉をこう提供するシステムにしていきたいというふうに思ってます、まあ、こういう、まあ、やり方をやるのと、あと香港も、本邦初公開ですけども来年また持っていくことにしました、はいはい、で、こちらもですねやはりこう、なんていうんですかね今までと違ってきちんと香港ってね持ち帰りなんです。要するに料理したものを、はい、買って帰るっていうのが結構日常的で、あ、なるほど、はい、もうほとんどが共働きの世帯ですから女性が家へ帰って料理を作ってっていう形じゃあんまりなくて、はい、ですから朝帰りの店とかいっぱいあるんでしょ、はい、屋台とか朝も要するに、はい、朝からも外食なんですね、はい、で昼も夜も要するに、まあ、持って行って、まあ、テイクアウトで、はい、買っていくっていうのが多いんで、そういうふうなところをターゲットに今度すき焼きやってみようかというふうなことをね、はいはい、考えておりまして、はい、まあ、いろんな意味でこうこの我々のこう松阪といえばやっぱり松阪牛っていうぐらいですね、はい、やっぱりこうブランドなんで、はい、これを上手に世界で売り出して、はい、まあ、そんなふうなことを考えておりますので、はい、またまたよろしくお願いします。はい、なるほど、非常に楽しみな世界進出ということで、まあ、食以外にもやっぱりまさかの、はい、いろんな、ね、まさか牛だけではなく、まさかにはたくさん、それこそ今この応接室ではまさか木綿であったりとかですね、いろんな産業あるかと思いますが、はい、まあ、いろんなものをまさかから世界へということで、はい、シンガポール、香港はじめ、はい、どんどん売り込んでいくということで、このね、まさか木綿ももともとね、この松阪木綿は、これはまあ定説なんですけれども、はい、ベトナムの流浄布っていうのが元になってるんじゃないかという話になってまして、はい、これはね、当時の、ベトナムにですね、ホイアンっていう町があって、はい、
でここには日本人街があったんです、はい、でそこの日本人街の、村おさをしてた、のが、角谷七郎兵衛っていうのはこれ松坂の商人でしてね、はい、でこの方が、ベトナムから持ってきた流浄符が元になってこの松坂木綿が作られているんじゃなかろうかと、こういう話でございました、ね、非常にこう、縁が深い。そのホイアンには、はい、未だに日本橋っていうのがございます。 あるんですね、はい、ですから今度これもね、私ベトナム行こうと思ってるんですけども、ベトナムとそれから、まあ、このホイアンですね、はい、それから松坂、はい、それから日本橋といえば何と言っても東京日本橋ということで、はい、まあ、中央区ともですね、まあ、そういう話をしながらできればやっていきたいなというふうなことを考えてます、はい、はい、ありがとうございます、そうですね、まあ、なんか非常に師匠の話をお伺いしてますと楽しみな、はい、ありがとうございますね。やっぱりですね、これは民間の感覚を持って、はい、ゼミでたくさん勉強していただいた、はい、竹上師匠だからこそ、はい、浮かんでくるアイデアとかいう部分ですし、まあ、その中で我々若手のゼミメンバーですね、はい、ぜひですねその辺頑張って、師匠についていきたいなというふうにも思うわけですけれども、まあ、お忙しい中時間あれなんですが、最後にですね、はい、スモールさんゼミのメンバーまたゼミに期待することということで、はい、師匠から熱いメッセージをいただければありがたいなと思いますが、お願いします。はい、ありがとうございます。スモールさんゼミですね、私もまだにスモールさん会員ではありますので、はい、はい、毎年また支払いしております、はい、まあ、ゼミ生では今はもうなくなっているんですけれども、ぜひともですねまた、お邪魔させていただいて、まあ、年に1回2回はですねお邪魔させていただきたいなというふうに思ってます。で特にスモールさんゼミのやっぱり一番いいところは、いろんなこう講師の方が来てこうインスパイアされるんですね、はい、でこういうやり方をしたら新たなビジネスチャンスありますよ、新たなビジネスモデルが作れますよっていうのをこう、まあ、語っていくわけですよね、はい、それがやっぱり我々のこう町でも可能なんじゃないかと。でまたですね、そういうことなら市も応援できるんじゃないかと。私はですね、ぜひともそういうこう、互いにタッグを組んだような、そんなことができないかなというふうに思います。これはですね、今までの既存のところでできるようでできていない、はい、例えば、いろんな商工会議所であるとか商工会であるとか、それから先ほど言いました県の産業支援センターであるとか、はい、こういろんなね、経済団体はありますけれども、現実的にこう実際にこうビジネスマッチングであるとか、新たなその、商品開発であるとか、こういったところを一緒にですねやっぱりタッグ組んでやっていくような仕組みがなんとか作っていきたいなというふうに思いますので、ぜひともですね、特にスモールさんの皆さん方はそういう意識が非常に高いと思いますの です、ね、はい、協力をいただければなと思います。ぜひともですね、これからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。非常にですね、これからですね行政とスモールさんゼミ、それから中小企業ということで、はい、まさしく官学民連携で、はい、地域元気にしていくということで、はい、熱いメッセージをいただきました、はいはい、今日は、竹上市長にはですね非常にお忙しい中をですねお時間いただきまして、はい、この、ゼミ、居酒屋トークということなんですが、もうお酒抜きで今日はさせていただきましたが、はい、また機会ありましたらぜひ師匠とも一杯やる機会をまた作っていただけたら、はい、懇親会に行きますので ありがとうございます。懇親会にも来ていただくように、はい、また楽しみにしてますので、はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。日本一おいしいどら焼きをはじめ、中尾清月堂には春夏秋冬季節をお届けできる一品がいつもあります。味わい、彩り、
時を受け継ぐ技、心をつなぐひとときのために伝え愛された菓子心、富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんか。スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。